はい、実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いします。今日は PS クラシックでね、トゥルーブルーのね、トゥルーブルーミニね、やらせてもらってますけども、はい、続きの動画撮りたいと思います。今ね、トロンに古文やってますね。はい、続きね、ボス戦の続きやっていきたいと思います。これ一面のボスなんかな。うわやばいな、結構ダメージ受けてるからね。こう倒した。うん、去っていきましたね。アルティメットライトレーサー。あ、やられたんや。Miss Tron, we've lost contact with the Guska. I wonder if Teasel's all right. He said he'd run into some trouble. It's no use standing around here. I'm gonna go to their last. 全く何を言ってるかわからないけどね、英語やから。What? The rest of you, wait until my instructions. これ確かね、このトロンのね、声優飯塚真由美だったような気がしますよね。あの日本版はね、飯塚真由美っていう声優いましたもんね、昔ね。その飯塚真由美のですね。まあ昔っていう、今もいますけど。結構可愛らしいね、声優なんですけど。飯塚真由美っていうね、声優がトロンのね、役をやってましたね。うん、やられたってことだよね、メカが。トロンかわいいですね。トロンちゅうか、コブンもかわいい。トロンもコブンもかわいいね。結局何を言ってるか全く分かんないからな、飛ばすしかないんよ。もう4つ選べるんですね。治ったんや。このロボット治ったんや。Is this the bank? All right, open the doors. It's full of dogs.
run. They said... 2 to 3 minutes. Miss Trunk. するんかね。でも文章読んでないから全くわかんないんですよね。それ以上進めないってことか。車がいる。壊せるんやね。人もいるやん。パトカー来た。攻撃したからパトカー来たってことか。警察来たね。警察を倒すのかこれ。警察を倒すミッションってことか。いっぱい来たね。でもめっちゃ弱いやん。でもめっちゃ来てるよな。うわ、引かれた。でもいくらでも来るんやね、警察は。あら、これで終わったってことか。警察っぽいのが女性ですよね。警官っぽい女性ですよね。
これボス戦ってことか。うわやるな。これ当たって死なないのがすごいな。ちょ、体力ゲージあるから、体力ゲージ出るようになるまで当てるってことか。倒したっぽいね。はい。余裕でしたね。死ななかったんや、すげえな。まあ一応ね、これロックバンダッシュのね、ライバルというか敵なんで、敵が主人公だから一応警察とかも敵になるってことですよね。1はクリアしましたからね。まあこれまあミッション2ですね。ミッション2ですね。いやまあまあ面白いですよね。うん、3D アクションですけど、これは操作しやすいですね。バイオハザードとかと違ってまだやりやすいです。まあさすがロックマンシリーズといったところですね。これが日本語だったらよかったんですけどね。わかんないもんな。まあしょうがないですよね。プレイさせてもらえるだけでもありがたくもないと。あ、足のところがブルドーザーみたいになってる。みたいに改良されてるねこれ。これ倉庫版みたいなもんか。頭使う面ってことか。これ10って出るのは10秒しか持てないってこと？これ。あ、そうでもないか。これは持てないのか。あ。ちょっと待って、これどういうこと？あ、の、そうか、乗っていきゃいいな。
これ完全にパズル要素強そうですね。僕が苦手なパズル要素ですよ。持てないな、持てなくなったん？じゃあどうしたらいいの？ちょっとこれギブアップするか。これはちょっと僕には無理ですわ。違うミッションやった方がいいな。ギブアップするのどうやってやるんや。これでいいのか。リスタートじゃなくて、これかな？ゴーバック。あ、ゴーバックってそういうことか。全部最初からになるってことや。デフォルトみたいになるってことや。リスタートラウンド。これやな。うん。あ、こっからじゃなくて、ラウンドを選択するところからやりたいんやけど。コンティニューゲーム。ゲットヒント。ヒントじゃないな、ルール。これかな。待って、これか。これギブアップってことですかね。うん。ラウンド3やってみましょうか。いや面白いですね。まあまあね、うん、トロンボニー、コブンのことボニーって言うんですね。今度はシューティング？ん？何これ？なんか 3D アクションっぽいですね。 3D アクションというかシューティングっぽいな。洞窟の中の探索か。あ、これの方が面白そうですね。まだ、あ、人がいる。当てられないのか。あれ？進めないやん。これ以上。当てられないんやね。そっか、これ、この人が邪魔してんだ。じゃあもう反対行くしかないな。あら、また戻っちゃった、おい。いや、なんか、気分悪くなりそうな感じやな、こういう。あら、また戻っちゃった。いやー、ダメなんですよね。こういう 3D グラフィック苦手なんですよ。気持ち悪くなっちゃうわ。これ進めないですね。あのおっちゃんがいるから。人がいるから。これもしかしたら、ミッション2をクリアしないと進めないってことかな。そんな感じがしますよね。あ。これで話しかけりゃいいんちゃうの？
違う？どうやって話しかけんのこれ。違うのか。トークってないな。ダメだ、これもちょっとわかんないわ。あれ？ちょっと待って、これギブアップできないの？これか、これやね。やってみましょうか。あ、これはアクションですね。あ、これあそこやんか。一面クリアした時のボスのとこのね、ボス戦の時のあれやんか。その続きみたいになってるやん。もうここアクションステージの方がいいですね。行ってみようか。うわ、迷うな。いっぱい道があるやん。あれ、行き止まり？行き止まりか。これ何？いろんな、結構広いですね。まあこっちにもなんかあるしな、入り口が。いっぱいあるな、入り口が。あ、入り口あるけど全部行き止まりなんやね、扉の向こうは。なんか、あれなんかな？いろいろアイテムがあるとかそういうことかな？あ、敵がいる。
鐘みたいなのかな。これとりあえず倒したらいいのかな、これで戻って。宝箱がある。弱いですね、この敵は。あれ違うの、取れないのこれ。いや、とりあえず扉に入りましょう。なんだこれ。あれ、あれ戻れなくなったけど。これ倒すのか、この敵。うわ、戻れなくなっちゃったな。これ一旦ギブアップやな。こうなったらどうしようもないな。めっちゃ硬いな、こいつ。
うわ、こいつ強いわ。やられてもうた。失敗ってことですね。まあこんなとこですかね。はい。じゃあこれでやめますね、今日はね。これで、このゲームはね。はい。なるほど。まあゲームとしてはね、よくできてるというか面白いですよね。